おはようございます。今日はですね、ちょっとした深夜のニュースからお届けしたいと思います。私ね、1時半ぐらいに、起きてですね、チャートの方たまたま見ていたんですね。で、今現在5月5日の5時19分でございます。まあ、ですんで、だいたいそうですね、3時間ぐらい前からチャートを見ていたっていうことなんですけども、深夜3時にこんなニュースが入ってきたんですよ。FRB の22年ぶりの利上げですよね。0.5% という非常にわずかな利上げですけども、量的引き締めもということで、あ、これはドル円相場動くなと思ったんですよ。いや、思っただけなんですよね。ただ利上げをするとね、じゃあドル円が倍の方向に動くっていうふうに確証もありませんし、セルの方に動くっていうこともわからないです。ただ私申し上げましたよね、ブレイクということでね、レンジはブレイクになるんですよ。で、ずっとレンジが横一線になってきました、ね、そこで私は 90% 以上の確率で倍の方向に動くだろうなと思いましたけども、でもね、 10% 以下の確率でセルの方向に行く可能性も、まあ、否定できないなということで見てきたわけなんですけども、今回ブレイクした方向がそうなんですよ。セルの方向に動いたんですよ。でもたまたまね、見ていたおかげで私このセルに間に合ってるんですよね。いいですか、トライアングルがこういう風な形になってね、収束していったってことと、あと横ばいになったわけでしょ。横ばいにこのチャートがこういう風になっていって、ブレイクした方向についていくって昨日申し上げたじゃないですか。ほとんどの確率で私は上昇すると思ってたんですけども、今回は下に行きましたので、たまたま見ていた私はここでセルに入ることができたわけですよね。これが朝4時の状態です。先ほどは3時にニュースが入ったってことなんですよ。先ほど3時のニュースを受けて見ていたら、4時ぐらいにセルの方向に大きく動き始めましたんで、上髭も込みでね、自信を持ってセルの方に入りました。で、この幅が取れてるわけなんですよね。深夜に1円近く取れましたよ、ね、しかもこれ追撃で新しいロットを積んでいきましたんで、またね、数十万規模の利益になってるわけですよ。じゃあ今現在5時の時間軸を見てみますね。はい、5時の時間軸ですけども、まあ、ここで落ち着いてですね、今度はトレンドの方向に戻りつつあるんではないかなと思います。で、結局はトレンドの方向に行きます。瞬間的にはブレイクが反対の方向に行ってもね、もう一回トライアングル書きますけども、こうなって横ばいでブレイクしてセルの方向に向かいました。で、ここで数十万規模のお小遣いをもらいながら止まったんでね、改めてこれはこっちの方向に向かう、まずはこのレンジの方向に戻って、その後改めてトレンドの方向、バイの方に向かうというふうに私は今後の予想を立てております。まあ、深夜のね、お小遣いもらえたのと同時にプラスやっぱりバイの方向に、ポジションを組み直すってことでございます。いや、だからね、深夜に見てるとね、特にこのレンジね、レンジってのは貼り付ける人が勝ちなんですよ。よく FX でチャートに貼り付いてますっていう人がいますけども、何に対して貼り付くのかっていうのは、このレンジが始まった時に貼り付いてブレイクした瞬間にそっちに入るってことなんですよね。で、これ今朝起きた人っていうのはこのチャンスに巡り合えないでしょ。このどのチャンスかっていうと、この大きな陰線のチャンスですよ。このチャンスに巡り合えないでしょ。で、私はずっとこのレンジが起きた時に見ていたから、この大きなチャンスに巡り合えて数十万だからね、1ロットから始まって2ロット3ロットってどんどん積んでいって、まあ40万前後この一晩で1時間で取ってるわけなんですよ。で、これがあるからやめられないですよね。じゃあ1時間で40万稼げるとしたら、十分徹夜する意味もあるでしょ。でもそれが今日起きるのか明日起きるのかわからないってところがポイントなんですよ。だから深夜でも起きてられる時間の自由さ、タフさっていうのが有利なんですよね。これがだから朝出勤がある人だと深夜起きてチャートを見るなんてできないじゃないですか。だからこの辺は完全に専業になってからできることですから、まだ FX の勉強中で、 FX をサブでやってる方ね、副収入としてやってらっしゃる方はこういうふうな大きなボーナスにはなかなか巡り合いませんから、まずは毎月の5万10万を安定的に稼ぐところから始めていきましょうって話になります。じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。